それまでの資料最終社会と違って農業牧畜とは何かということについて申し上げますこれについては大変たくさんの学説がありますがまあ私が採用する立場について申し上げますこれは人類による最初の遺伝子操作によって生まれたものということであります栽培圧塩圧と言いますとちょっと難しい言葉ですが 人間にとって都合のの良い性質の種子種、種もみやそれからまあ小さな、えー、生まれたばかしの獣を選別するというかね、まあ、肉付きが良くてお,おとなしいというのが獣についてはあのいいですし種もみについてもやっぱり収量が比較的安定してそれからまあ収穫時期がま,あまとまっているとかねそういうふうなものを選んでいって、えー、育てることによって自然と遺伝子操作がなされるという。 これを、まあ、あの野生種に対して栽培種使用種というふうに呼ぶのです。